海上自衛隊のミサイル艇、海高高速戦闘艇は、小型、高速の戦闘用艦艇で、水上艦船に対する攻撃を任務とするものの、総称、主兵装に応じて、魚雷艇やミサイル艇などに細分される。イギリスの全海軍年間では、おおむね速力30ノット以上、満載排水量700トン未満の水上戦闘艇をファクト区分しており、 主兵装に応じて、ミサイル艇、魚雷艇、砲艇などといったように分類している。また近年では、ボグハマーのようなモーターボートや、さらにジェットスキーのように、活動区域が沿岸区域に限定されるような小型艇を、フェックと称することもあるが、これらは、対戦車ミサイルや、その他の不評用軽兵器さらには自爆攻撃などを、攻撃手段とする。なお、 アメリカ海軍協会のコンバットフリーツ・オブ・ザ・ワールドではファクという用語を使用せず、それぞれミサイル搭載小海艇や魚雷艇などといった個別の名称を使用している。小型艇を持って敵の大艦を攻撃するという海戦術は古来から広く実施されてきた。例えば小船時代の海戦戦術の一つとして各種総裁艇に強襲隊員を配員し、オールで構想して、 敵の根拠地内に突入し、敵の停泊艦隊を強襲することが行われた。しかしこれらの強襲作戦は、基本的に異常攻撃を前提としたものであり、大型艇にはカロネード砲を搭載することもあったとはいえ、これも対艦兵器というよりは火力支援用としての性格が強かった。その後、水雷、特に魚雷の発達とともに、 小型艇でも敵の大艦の戦力を喪失せしめうる打撃力を備えるに至り、これを主兵装とした水雷艇が登場した。しかし水雷艇を大型化した駆逐艦が登場すると、水雷艇のニッチはこちらに奪われていき、残った水雷艇も沿岸用の小型駆逐艦としての性格が強くなっていった。ノルマンディ上陸作戦で敵襲に備える。 英海軍 MTB 第一次世界大戦中、駆逐艦の汎用化が進むにつれて、それを補うように、魚雷攻撃専用の高速艇が復活し、既存の水雷艇と区別して魚雷艇と称された。水雷艇、駆逐艦が外年期間を用いた、排水量型の蒸気船であったのに対し、魚雷艇は、基本的に内燃機関を用いた、滑走線形のモーターボードであった。 ドーバーパトロールの CMB やイタリア海軍のマスが配備されたが、特に後者は、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の戦艦、セントイシュトバーンを撃沈するという大戦果を挙げて、有名を馳せた。1930年代中盤のイタリアのエチオピア侵攻を契機として、ヨーロッパにおける軍事的緊張が高まると、再び魚雷艇の開発が活発化し、 ドイツ海軍の S ボートやイギリス海軍の高速魚雷艇、アメリカ海軍の PT ボートなどが配備されていった。第二次世界大戦において、これらの魚雷艇は広く実戦投入された。ソ連海軍の 183R 型ミサイル艇、イスラエル海軍の SAR-2 型ミサイル艇大戦後も、各国で魚雷艇様式の高速艇の研究、開発が進められており、イギリスでは、主機として、 ガスタービンエンジンの導入を試みた。また、ソビエト連邦では、主兵装として、艦隊艦ミサイルの導入を施行しており、1950年代末に、P-15、テルミートの開発に成功すると、直ちに183型魚雷艇の雷装を、SSM 装備に換装した 183R 型、ミサイル艇の配備を開始、続いて、 より本格的なミサイル艇として205型大型ミサイル艇も開発した。これらのミサイル艇は東側諸国やその同盟国に広く供与、輸出された。西側諸国でのミサイル艇の配備に宣伝をつけたのがイスラエル海軍で1960年代初頭より西ドイツ海軍のヤグアル級魚雷艇をもとに国産のガブリエル SSM を搭載したサー・ル級。 ミサイル艇の開発、配備に着手した。この開発中の1967年には、トラノコの駆逐艦の一隻をエジプト海軍のコマール型ミサイル艇に撃沈されるというエーラート事件が発生し、西側諸国に SSM の脅威を強く印象付けたが、イスラエル海軍は自身のミサイル艇の開発、配備を推進し、1973年の 第四次中東戦争におけるラタキア沖海戦では国産ミサイル艇5隻によってミサイル艇3隻を含むシリア海軍艦艇5隻を一掃ししかも人員、機材とも損害を受けないという干渉を収めたこのような中東地域でのミサイル艇の活躍とともに西側諸国でもミサイル艇が広く配備されるようになっていった しかし大阪やサール級のような200トン級の艇では、対抗性や基地依存性の面から活動海面が限られるという問題があり、ソ連イスラエルともに続いて建造した1241型大型ミサイル艇や、レシェフ級ミサイル艇では400から500トン級と大型化した。またこのような大型ミサイル艇であっても、搭載できる対空兵器には限度があることから、 航空優勢を喪失した状態での生存は望み、固く、また測定能力の限界から単独では、SSM の射程を活用できず、他の艦艇や航空機との連携が必須であるという制約があった。このような制約が認識されたこともあって、高速船到底の建造は九百七十年代から九百八十年代はじめに、かけてがピークとなり、八十年代末以降の、 建造数は減少している。例えば、イスラエル海軍では、一度は、駆逐艦、護衛駆逐艦を全廃して、水上戦闘艦艇をミサイル艇に統一したものの、レジェフ級をさらに大型化した、サール4.5型ミサイル艇では即適用の、艦載ヘリコプターや自衛用の艦隊空ミサイルの搭載を試みた後、艦型を大幅に拡大して、これらを兼備した。 サール小型コルベットへと移行している。ありがとうございます。